君の脳直接届く妄想のプライムです。アパシー殺人クラブ、続きをやっていきましょう。前回ね、この袖山くんルートのおそらくトゥルーエンドっぽいものに一回行ったんですけど、選択肢、あんまり、脇道にそれずに結構行ってしまったところがあったと思うんで、他の選択肢をやっていこうと思います。で、前回、このカバンに、胸ポケットとカバンはやったんだ。なんでしょう、ズボンのポケットと手に持ってる方にしたをやってみようと思います。ズボンのポケットに手を入れたから。よし、これで大丈夫かな。大事なものだから、なくさないようにしないと。というわけで、いつも通りのね、早送り。あ、不思議な人だねって、これでも一緒だよな。同じだよね。そうだよね。これは一緒。この状態で不思議な人棚を選ばなければうまくいってたのかな。でも、どの道やられちゃうよね、多分ね、場所的に。もう一回戻ってみるか。ズボンのポケットに入れて、はい。というわけで、ちょっとさっきの選択肢だと特に変わらなそうだったんで、ちょっと戻ってきて、この福沢のね、ところですね。前は荒井に話を聞いたんですけど、他の人たちに話聞いてみましょうかね。というわけで、進藤から行ってみようか。なんか嬉しそうだったけれど、失敗してるんだもん。進藤を続けば、ちょっとは悔しそうな顔するかな。よし、早速冷やかしに行ってみよっと。進藤先輩、遊びに来ちゃいました。あ、なんだお前、やぶから棒によ。もしかして、俺からあいつの情報を引っ張り出そうってか。わ、進藤のくせに鋭いじゃん。まあこんなタイミングできたらバレバレか。違いますよ。ただ進藤先輩とお話ししたくって。そういうのはいいんだよ。なんで俺がお前とおしゃべりしなきゃなんねえんだ。進藤先輩ったらひどい。可愛い後輩がわざわざ訪ねに来てあげてるっていうのに、しくしく。なんだ進藤ちゃん、後輩を泣かせてんのかい。まったく罪な男だね。濃いキャラだな。うるせえ、チレチレ大倉。福沢、いいから要件だけ話せ。わあ、かっこいい先輩だ。聞いてください。進藤先輩ったらいつも私をいじめるんですよ。おい、福沢。おお、かわいそうにな。でもな、進藤ちゃんは素直じゃないだけなのよ。ああやっていつもツンツンしているけれど、心の中は柴犬みたいにキャワキャワってわけ。柴犬ちゃん？やだ、かわいい。いい加減にしろよ。大倉、お前はさっさといつもの借金でも回収しに行けや。借金回収してそう。福沢、お前はやるべきことをしろ。いい加減にしないと日野に言いつけるぞ。わかりやしたよ、と。進藤ちゃん、ギャンブルやりたきゃいつでも言えよ。そこのかわいいお嬢ちゃんもいつでも待ってるぜ。ギャンブル？借金回収？気になっちゃう。福沢、悪いことは言わねえからやめとけ。もう進藤先輩言ったら冗談通じないんだから、日野先輩に告げ口やめてくださいね。ああ、進藤からは結局何も聞けずじまいじゃない。自分は失敗したくせに、なんであんなに偉そうなの。まあ、楽しんだからいっか。それよりさ、さっきの大倉？ギャンブルやら借金やら、穏やかじゃない話、気になるよね。進藤には止められたけれど、ああいうアングラな感じ、嫌いじゃないかも。ちょっと追いかけてみようかな。袖山を殺すタイムリミットまで、まだちょっとは時間あるし。うん、そうと決まれば、早速行っちゃおう。いたいた、大倉。なんか悪目立ちするオーラがあるのかな。遠くからでも、誰だか一発で分かっちゃった。さっきから、いろんなクラスをゆらゆら回ってるみたい。大倉に呼び出された生徒は、ヘラヘラ笑っていたり、ちょっと怯えてる感じだったり、あからさまに煙たがってたり。進藤が言っていた借金回収ってこれのことなのかな。でもそれにしては少し変じゃない？だってさっきから誰もお金出してないもん。なんなら財布を取り出す素振りすらない。大倉とちょっと喋って、それで終わり。大倉もお金を無理に取り立てている気配がなかった。変なの。ただの知り合いと話して回っているだけ？なんだ、思いのほかつまんなかったな。時間無駄にしちゃったかも。もうクラスに戻ろっかな。よう、さっきのお嬢ちゃんじゃないか。わ、大倉さんでしたっけ？奇遇ですね。こいついつの間に？少し目を離した隙に後ろにいたなんて。ははは、奇遇ね。さっきから俺の後、ちょろちょろついてきていたでしょう。もしかして、ギャンブルに興味があるのかい？バレていたんですか？黙って泳がせるなんて、性格悪い。ギャンブルっていうか、大倉さんに興味があるんですよ。お、とんだ小悪魔ちゃんだね。そうか、俺に興味ね。だったら、さっきから俺が何をしてるか気になんない？お友達とおしゃべりしてるんじゃないんですか？いろんなクラスに話し相手がいるんですね。
違う違う、俺はそんなおしゃべり好きな男じゃないのよ。あれは借りを返してもらっていたのさ。借り？でも誰も何も返してなかったように見えましたよ。ああ、そうだろうな。俺があいつらに貸しているのは目には見えないものさ。なあにこいつ、気になること言うじゃない。目に見えないもの、何ですかそれ。それはな、運だよ。勝負運、金運、恋愛運、俺は全ての運を貸してやることができるのよ。その代わり期間が終われば利子付きで運を返してもらうけれどね。まあ簡単に言えば運のサブスクってやつさ。さっき話しかけていた連中は運の貸し出し期間が終わったやつらでね。利子なんてビビたるもんだが、これが何十人何百人にもなるとそれなりの量になる。塵も積もればなんとやらだな。はあ、先輩って結構そういうスピリチュアルな感じなんですね。ちょっとイメージ違うかも。まあ信じられないのも無理はないか。福沢ちゃんだっけ、可愛い後輩には特別に事前審査なしで運を貸してあげてもいいよ。そう言って大倉は一枚のトランプを取り出した。ドクロと女が半分ずつの絵が描かれたちょっと気味の悪いカード。私こういういかにもインチキっぽいのは信じてないんだよね。何せクラスメートには本物の霊能力者の元木さなえちゃんがいるんだもん。占い同好会の友達も運勢を当てるにはコツがあれば十分なんて言ってたし、この大倉ってやつの言うことすっごくうさんくさいな。このカードには不思議な力が宿ってるんだ。俺も骨董品で買ったから正確な出所がわからないんだが、きっと由緒ある黒魔術の道具さ。さあ君に運を貸してやるよ。今から叶えたいことを心の中に浮かべるといい。叶えたいことって急に言われてもね。なんだろう。あ、袖山が今ここに来てくれたら嬉しいかな。わざわざ探しに行く手間が省けてサクッと殺せるし。そう考えているうちに大倉の手にしているトランプのドクロから黒い霧みたいなものが溢れ出してきた。何これ、どういう仕組み。考える暇もなく霧は私の鼻を通っていって、やだ吸い込んじゃった、変な成分入ってないよねこれ。ちょっと何なんですか今の。あ、思わず大きな声を出しちゃって慌てて自分の口を塞いだ。だってあの袖山が向こうからやってきたんだもの。うっそマジ、信じらんないくらい運がいい。大倉の言っていたことは本当だったの。何か仕組んでるわけじゃないよね。だって袖山に来てほしいなんて私ちっとも口にしていないし。お試し版だから運は10分で効果が切れる。期限が過ぎればお嬢ちゃんの運をほんの少しもらっちゃうぜ。じゃあ楽しめよ。すごい、やるじゃん大倉。大倉っていうかそのトランプがすごいのかな。何にせよ助かったわ。これで今回の獲物は私のもの。廊下を歩いてやってくる袖山と興味のないふりしてすれ違う。他の生徒に紛れ込むように窓の外なんか見ちゃったりして、ああ、今日晴れてるよかったってしょうもないことを考えてそうな女子高生のふりして、袖山が横を通った瞬間、人と人の隙間からぐさ。何これ。後ろで袖山が倒れる音が聞こえてきたけれど、無視無視、何も気づいてませんよってお澄まし顔していなきゃ。で、他の生徒がようやくやばいことが起きているって気づいて、うんうん、悲鳴が上がった。オッケーオッケー。ちらっと振り向けば、袖山はもう血の海の中。脇腹にナイフが突き刺さっていた。あとは他の生徒に紛れて、青い顔しながら走り去るだけ。キャハハ、マジで余裕だった。楽勝じゃん。神道たちは何をそんなに手間取っていたんだろう。人目につかない廊下まで来た時、私はついスキップを踏んでいた。いやー、本当にオクラのおかげじゃん。あの力、すっごく便利。そりゃいろんな人が運気を貸してもらいたがるわけよね。お試し版でこれなんだから、本当はさらに幸運が舞い込んでくるってこと？今度製品版をお願いしてみよっかな。そう思った瞬間だった。何か障害物があったわけでもないのに、急につまずいて体のバランスが崩れた。前のめりになった姿勢を立て直そうと、一歩大きく踏み出した先には、階段。キャッ！ぐらっと体が傾いた。慌てて何か掴もうとしても、指は空を切るばかり。あ、と思った時には、勢いよく階段を転がり落ちていた。コツンとハンマーで思い切り殴られたような痛みが頭に広がる。少し遅れて、生温かい血がゆっくり広がってきた。あんまりにも情けなさすぎて、悲しいっていうよりムカつく。私こんなところで死んじゃうの。ああ、ついてないわ。運なんて借りるんじゃなかった。いや、めっちゃ普通に面白い話になっとるやんけ。これエンドだよね。高くついたりし。こんな変わるとは思ってなかったな。なんか若干の会話が変わるぐらいだと思ってたら、新しい話始まったもんね。ってことはよ、ちょっともうちょっと戻ってみようか。
はい。というわけで、風間と細田が残ってね、風間から言ってみようか。ペラペラ喋ってくれそうなのは風間かな。でも正直こっちから会いに行くのは願い下げなんだよね。だって変な勘違いされたら嫌だもん。そんなに僕に会いたかったんだねって考えただけでもうざったい。いつも本当か嘘かわからないことばっかり言ってるし、やっぱやめやめ。ここは直接袖山に。ああ、いたいた、玲子ちゃん。あれどうしたのみおちゃん。お昼なら先に食べていてってば。走って現れたのは同じクラスの浦部みおちゃんだった。みおちゃんたら、廊下走っちゃダメよってよく注意されているのにすっかり忘れているみたい。叱られた時のごめんなさいがいつもハキハキしすぎて、先生たちもすぐ許しちゃうみたいなんだけれどさ。もうやっと見つけたよ、レコちゃん。昼休みになった途端にフラッといなくなるんだもん。ちゃんとどこどこ行ってきます。心配しないでくださいって言っておいてよ。何その買い物に行ってるお母さんの書き置きみたいな。だってこうやって全速力で探し回る羽目になっちゃったじゃん。まあうちのお母さんは書き置きにどこ行くか書かずにうちを出て行ったけどさ。あはは、めちゃくちゃ反応に困る。どうしよう。で、なんで私を探していたの？そうだそうだ、うちの話なんてどうでもいいんだった。大変だよ、陽子ちゃんの様子がおかしいの。突然ブルブル震えて、口から白いモヤモヤを吐き出しちゃってさ。え、そのさなえちゃんみたいな。何それ、ウケる。陽子ちゃん面白い。陽子ちゃんって子も同じクラスのお友達。ちょっと変わっている子で、向こう水というかトラブルメーカーというか、廃屋とか心霊スポットに行ってはよく変な目に遭っているんだよね。受けないし面白くないよ。お願い、玲子ちゃん。一緒に来て助けて。ごめん、今はちょっと用事が。多分、さなえちゃんに聞いた方が早く解決すると思うよ。さなえちゃんはダメ。陽子ちゃんがモヤモヤ吐いてるのを見ながら、わーすごいって卵焼き食べてるんだから。玲子ちゃん、お願い。私一人じゃどうにもできないよ。って言われてもね、こっちの用事もすっごく大事だし。お願い。今度ジュースをおごる。のはちょっと今月きついかな。あ、宿題。宿題今度代わりにやる。やれるかな。お部屋の掃除。うちので手一杯。あ、ダイソー。いろいろ出てくんな。なんかすごく誰かに代わりに走ってもらいたくなった時はいつでも呼んで。私、玲子ちゃんのために一生懸命走るよ。仕方がないな。よし、行こう。わあ、ありがとう、玲子ちゃん。玲子ちゃんって本当に優しい。正直知らん顔して断る気満々だったけれど、ここまで必死にお願いされちゃねえ。それにこのまま放っておいたらみおちゃんにずっと追いかけられそうなんだもん。サッカー部だけあって体力無尽蔵だもんね。私も足は速い方だけれど、みおちゃんから逃げ切るのは絶対に無理。逃げるだけ無駄だよ。よし、ちゃっちゃと解決して、ちゃっちゃと獲物に集中しなきゃ。猫ちゃん、お帰りなさい。早くお弁当食べないと昼休みが終わっちゃいますよ。うぐ、うぐぐ、私は、弓を司る者、弓の支配者。予想以上にカオスなんだけれど、困る。さなえちゃんはプチトマトをもぐもぐしているし、陽子ちゃんは白目を向いて、もやもやしているものを吐きながら、しゃがれ声で何かブツブツ言っているし、弓のピープルなら早めに弓に帰ってほしい。もしかしてこれ、エクトプラズム？なんで？ 4 時間目まで、普通に元気に過ごしていたじゃない。ここ数日は怪しい場所にも行ってな。いや、行ったわ。4人で学校近くのお墓参り。暗い中で懐中電灯を持って、震えるみおちゃんを後ろにして、陽子ちゃんが先頭でズンズン進んで。楽しかったね。いやいや、それは置いといて、エクトプラズム、やばくない？もしかしてお墓の幽霊に取りつかれちゃった？ここにいる奴らを黄泉に引きずり込むまで私は帰らぬ。私は黄泉の王。黄泉の王が降りてきてる。三見志保、なんかわざわざ王様来てくれてるっぽいよ。え、じゃあちゃんと挨拶した方がいいかな。みんな体勢ありすぎない？そりゃみおちゃんだって走るわ。そりゃみおちゃんだって走ってくるわ。私も今すぐ走って帰りたいもん。クラスのみんなは、陽子ちゃんがパフォーマンスでもしているのかと思って、そんなに気に留めてないみたい。確かにね、さすがにそこまでだとなんか嘘くさく見えちゃうもんな。キャハハ、G 組って本当みんな頭ハッピーって感じ。これ大変だよね。どうにかしてよ、玲子ちゃん。どうにかって言われてもね。さなえちゃん、これやばいやつじゃないの？やばいですか？何がです？霊能力者の家系のさなえちゃんがこんなにのんびりしてるってことは、別に今すぐどうにかしなくちゃいけないものじゃないんじゃない？っていうか、クラスに2人もエクトプラズム吐く人なんていなくていいって。そういうのはさなえちゃんだけで十分だって。もうそれは正論ですね。っていうか、ちょっと待って。
陽子ちゃんが吐いているモヤモヤ、なんか変じゃない？いや、モヤモヤを吐いてる時点でちょっと変わっているのは確定しているんだけれど。これよく見たらただの煙、ドライアイスとビニール袋の合わせ技？待って待って、完全にインチキじゃない。陽子ちゃん、これってさ、まさか。あ、今ピクって陽子ちゃんの肩が動いた。でも往生際が悪くて、まだモヤモヤを吐き出し続けている。うぐ、私はヨミの、なんだっけ、あ、支配者、ヨミの王だからドライアイスの袋をどうやったら口からこうやって手元に持って口から出てる風にやってんのかな、吸い込むことで。逆に、陽子ちゃん陽子ちゃん、もういいってば、嘘だってバレてるよ。私が肩を揺さぶると、陽子ちゃんはピタッと動きを止めて、やれやれとため息をついた。あのね、玲子ちゃん、これは偽りの霊能者の気持ちを知るための練習なの。嘘とかインチキだとかそういう話じゃないの。え、陽子ちゃん本当に苦しんでたんじゃないの？もちろん苦しいよ。苦しいに決まってるじゃない。人の気持ちを知ることって辛くて大変なことなんだよ。自分の魂に他人の魂を下ろすことと同義なの。これすなわち降霊術と言っても過言ではないのよ。それはそれは体力と精神力を使い、恐ろしく疲弊しちゃうんだから。いい、嘘とかインチキとかそういうのでは絶対にないから。陽子ちゃんは真面目腐った顔で一人うんうんと頷いている。何を言ってるんだろうこの子。そういうことじゃなくってさ、もう心配したのに。陽子ちゃんに何かあったら、私。みおちゃんは目にうるうる涙を溜めている。この子も何？ちょっとやりすぎちゃった。心配してくれてありがとう、みおちゃん。れいこちゃんとさなえちゃんもごめんね。いいえ、気にしないでくださいね。あは、陽子ちゃんったら。やばいやばい、こんな茶番に付き合ってる間に昼休みが本当に終わっちゃう。早く袖山のところに行かないと。チャレンジせずにタイムオーバーなんて、そんなの一番ダサいからね。まるで私がビビって手出しできなかったみたいになるじゃない。他の奴らに笑われちゃう。れいこちゃん、お昼食べないんですか？ダメですよ、ご飯はちゃんと食べないと。実はまだ用事が終わってなくて、蹴りつけたらすぐ食べるから。ダメですよ、ご飯はちゃんと食べないと。え、いやだから後で食べるって。もうさなえちゃんったら天然ボケにしてもどかすぎてるよ。ニコニコ笑ってばっかりじゃなくて、人の話くらいちゃんと聞いてよね。ダメですよ、れいこちゃん、言っちゃダメだって。悪いことするつもりでしょ。え、何のこと。うわ、そういう鋭いところが急に出てくるタイプだ。まさかさなえちゃんにクラブのことがバレてる。あはは、まさかね。ないない、さなえちゃんみたいなぼんやりした子が私たちのやってることに気づいているなんて。私、れいこちゃんにはもういけないことをしてほしくないの。そう言うと、さなえちゃんの口から白くてもぞもぞしたものが一気に出てきた。これ、本物のエクトプラズムだ。叫ぼうとした瞬間、その白いモヤは急に意志を持ったように口の中に飛び込んできた。ひんやりとした感触が口を通って体全体に広がっていく。私の意識はそこで途切れて。お、終わんない。あれ？私、何してたんだっけな。気がつけば、私は自分のベッドの上で眠っていた。なんだか頭がぼーっとする。スマホの日付を見てみると、あの日からもう1週間が経っていた。あの日？あの日って何だったっけ？テスト日？ううん、そんなものより、もっと重要で楽しいことがあった気がする。気がするんだけれど、何も思い出せない。この1週間の記憶はすごくぼんやりしている。普通に学校に行って、普通に授業を受けて、普通にさなえちゃんとおしゃべりして、細かいことを思い出そうとすると、体に悪寒が走って気分が悪くなる。まあいいか、普通に過ごしていたのなら何も問題ないじゃない。お、終わらない。すごい。いつも通り学校に登校しても、頭にかかったもやみたいなものは晴れなかった。よう、福沢。あ、進藤先輩、おはようございます。進藤だ。何か頭にチクッと光るものがあったけれど、それ以上は特に何にも思い浮かばない。一体何だって言うのよ。進藤？あの3年生とはどうやって知り合ったんだっけ？何かきっかけがあったと思うのに。こんな広い学校で知り合うなんて、特別なことがないと難しいよね。何かのイベント？誰かの紹介？それとも部活関係？あともう少しで思い出すそう。れいこちゃん、おはようございます。難しそうな顔をして、どうかしたんですか？おはようさなえちゃん、何か忘れてそうな気がして。あ、数学の宿題じゃないですか。れいこちゃん、今日当てられる日じゃありませんでしたっけ。あ、本当だ、やばい。すっかり忘れてた。今からやったら間に合うかな。さなえちゃんと話していると、もやもやしていたことなんてどうでもよくなっちゃった。
私には普通の学生生活があるんだもん。お、さなえちゃんの願い。すごいね。さなえちゃんがさらっと活躍する回でしたね。やっぱすごい。ここの選択肢すごいな。はい。というわけなんです。一旦ちょっと切り替えにここで切るんですけど、次ね、残り一つの選択肢やっていこうと思うんで、楽しみにしていただけたらと思います。というわけで、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。